宇宙に死ねも負けられない。同じサソリを操ってるなら、なおさら方法を操る傀儡忍者としてよ。そして作った傀儡は朽ちることのないもの。そこに宿る魂を受け継ぐ後世の創演者がいてこそな。 サソリの旦那、こんな奴らの口車に乗せられてんじゃねえぞ。